とりあえずさ、よいしょ。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい。先日ですね、あのワンピースのウェブのリレースやったんですが、やり方についてちょっとご質問を受けましたので、今日ちょっとね、補足でお話をしておきます。簡単にね。この部分ですね。通常ですね、あのこの前やりましたように、よくやあるパターンっていうのは、はい、ごめんなさい、取れましたね。紐ですね、例えばこちらの紐、ここから入って、ですぐ次の穴で出て、こちらに戻って、裏を通って、こちらに回って、外の方にね、こう回ってますね。これまあ通常のリレースなんですけども、これと違うパターンもございます。先日ね、お客様お見せしたオーダーのグラブ、まだちょっとね、取りに来てらっしゃらないんですが、こちらですね、より強度を上げるためと思われますが、この Z のグラブの場合は、ここから入ったこの紐ですね、ここから入った紐、ここで出さずにこちらまで持ってきてますね。こう通して裏来て、でこう戻してこう回ってます。こう来てこうですね。ですのでこの裏側の部分ね、二重になっている部分が多くなりますので、まあ、多分その点ね、補強というふうな意味合いがあるんではないかなというふうに思いますね。はい。まあ、同じように外から見えてもですね、違う通し方っていうのも実際はね、多々、いろんなグラブによってね、ありますので、今日は補足で説明しました。で、こちらなんかのね、I 型ウェブの場合も、ここの通し方ですね、今のようなアレンジが効きますので、またね、興味のある方はやってみてはいかがでしょうかね。はい、今日はワンピースウェブリレースの補足説明でした。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。